こんにちは、速稼塾の久保です。今日の暗号通貨ニュースはイーサリアムのハードフォークに伴う一部サービスの停止についてということで、ビットフライヤーさんからメールが来ております。まあこれかなり重要な件なんですけども、こうお客様へって書いてますよね。イーサリアムのハードフォークが日本時間2021年4月16日に予定されています。これに伴い当社では4月15日木曜日午前11時よりイーサリアム及び BAT のお預け入れ誤送付を停止する予定です。皆さん気をつけてくださいね。イーサリアム及び BAT のご購入誤送付は余裕を持って行っていただきますようお願いします。停止時間中に外部サービスから当社にイーサリアム及び BAT を送付された場合や、ブロックチェーンが不安定になった場合など、当社でお預け入れを確認できない可能性があります。その場合、お客様アカウントへのお預けができかねますことをあらかじめ、ご了承くださいということでございます。また販売所でのね、 BAT の売買についても予定が停止予定ということでございます。停止日時は確認次第ツイッターにてお知らせしますので、このツイッターをねフォローした方がいいかなってところになるんですね。で、一時停止サービスの詳細なんですけども、4月15日木曜日午前11時頃、イーサリアム及び BAT のお預け入れ誤送付の停止がありますと。で、日時が未定、販売所での BAT 売買停止っていうふうに書いてますね。これね、メールを見落とす方が結構いるんで、まあ YouTube なら見るだろうって感じでね、YouTube の方でお知らせしておきます。まあお客様にはご迷惑をおかけしますかって書いてますよね。まあなんかビットフライヤーも順調に動いてるなっていうところと、あとまあたまたまね、この前動画を見ていると、三崎裕太さんのビットフライヤーの青白おじさんのね、アカウントがなぜか停止されたみたいなことで、なんか説明や対応がないところに不満を抱いておりましたけども、まあそういう部分もあるし、それからこうやって細かくメールを出してくださるところもあるし、まだまだね、不安定な部分もあるのかなと思います。多分ね、すごいね、成長軌道に乗ってるんですよ。暗号通貨の取引所とか、ビットフライとか、コインチェックとか。で、スタッフが足りなくって、間に合ってないところもあるのかなと思いますね。まあ、特にね、これは会社のスタンスによるんですけども、顧客優先主義でやってくれるのか、それとも、取引所優先主義でやるのか、まあ、いうとこじゃないですかね。まあ、今回はハードフォークのお知らせでございます。久々のイーサリアムでしたね。まあ、イーサリアムこれから私は値段上がると思うんですよ。というのが、ディファイってのがあるじゃないですか。分散型金融ね。こちらの方の需要が高まってきて、結局イーサリアムの購入に集中すると思うんですよ。ただ、あるポイントからカルダノの方に人気が集まってくると、イーサリアム売却、カルダノ購入っていう流れも起きるんじゃないかなと思ったり思わなかったりでございます。皆さんはどのように感じてらっしゃるでしょうか。それでは本日は以上です。